トーマス・アンソニー・メディカは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ出身のプロ野球選手、ウト右ミギ現在はフリーエージェント。サンタクララ大学時代の2007年には2007年、パンアメリカン競技大会のアメリカ合衆国代表に選出された。また、第11回ワールドポートトーナメントのアメリカ合衆国代表にも選出され、それぞれ銀メダルを獲得した。 2010年の MLB ドラフトでサンディエゴパドレスから14巡目指名を受けてプロ入り。当時のポジションは保守だった。契約後 a 9 u g にエメラルズでプロデビューした。2013年は AQ サンアントニオミッションズで76試合に出場して打率296.18本塁が57打点の成績を残し、 9月のセプテンバーコールアップでメジャー初昇格。9月11日のフィラデルフィアフィリーズ戦に6番一塁手で先発出場し5回表にメジャー初安打となるソロ本塁打をクリフリーから放った。同年パドレスでは19試合に出場して打率。290.3本塁打、10打点の成績を残した。2014年のスプリングトレーニングでは 出場機会を増やすために、外野での守備練習にも励んだ。開幕はメジャーで迎え、二度のマイナー降格はあったものの、5月下旬以降は、メジャーに定着。4番、一塁手で、先発起用された8月1日の、アトランタブレーブス戦では、5打数5安打、2本塁打、4打点ともオーダーを振るい、期待に応えた。チームも合計で20安打10得点を挙げて、解消した。 最終的には102試合に出場した。守備面では1塁の46試合で守備防御点プラス4をマークしたほか、左翼でも22試合で出場した。2015年は40人枠にはとどまったが、マイナーオプションでトリプル A 級エルパソチワワズに配属された。2015年9月8日にウェーバー工事を経てマイアミマーリンズへ移籍したが、 この年はメジャーでの出場はなかった。2016年1月13日にエドウィン・ジャクソンの加入に伴いリーフとなり、21日に40人枠外となった。3月30日に自由契約となった。ありがとうございます。